はい、皆さんこんにちは、今日はさつまいもを使って大学芋を作ります。それでは材料です。はい、さつまいも大体 600g ぐらい使ってください。そしてお砂糖、みりん、お醤油、そしていりごまです。ではまず、芋を切ります。芋は乱切りで切ってください。さつまいも、切ったさつまいもを一回水でさらします。鍋に油を入れて160度まで熱しておいてください。揚げるので水はよく切ってください。じゃないと跳ねます。油が温まったところでさつまいもを揚げていきます。はい、どんどん揚げていきます。お水が大さじ1ぐらい少し入ってます。ここにお砂糖、お醤油、これも大さじ1です。大さじ1、そしてみりん同じく大さじ1杯、これを火にかけていきます。芋の表面がこのように茶色くなってきたら揚げてください。はい、一度バットに揚げます。ではとろみが出たところでこの芋を鍋に入れて合わせていきます。黒ごまを、はい、大学芋の出来上がりです。それではいただきます。手がすぎたよ。うん、あ、これうまい。うまい。パリパリ。あ、これたまんない。バッチリだね。ちょっとカリッとジューシー。中はまるで焼き芋のように。うん、Kids will love this. 寒くなってくるこの季節、大学芋でぜひ皆さんも温まってください。子供にも大人でもみんな大好きです。マストラブ大学芋。